フェリス・ヘリッグは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家、キックボクサー。イリノイ州、バッファローグローブ出身。チームカラン所属、UFC 世界女子ストロー級ランキング15位。コスプレなどを趣味としている。2009年2月21日、総合格闘技デビュー戦。2010年4月15日、ベラトア14で、 元ボクシング世界王者のジェシカラーコーチと対戦し、2から1で判定勝利。2011年1月14日、バーブホンチャックと対戦し、判定負け。2011年12月2日、カーライスパルザと対戦し、判定負け。2012年12月14日、ベラトは84で別の相手と対戦予定だったが、その相手が欠場したことで、 パトリシュア・ビドニックと対戦し、判定勝利。2013年3月28日、ベラトア94で、ヘザー・クラークと対戦し、2から1で、判定勝利。2013年12月7日、インビクタ FC7 でインビクタ FC デビュー戦。T シャトーレスと対戦し、判定負け。2014年12月12日、UFC 初参戦となった、 ザ・アルティメット・ファイター二十フィナ20で、リサイリストを対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2015年4月18日、UFC オンフォックス15で、女子ストロー級ランキング12位のページバンザントと対戦し、判定負け。2017年2月4日、UFC ファイトナイト、ベアームーデス VS コリアンゾンビで、 女子ストロー級ランキング12位のアレクサグラッソと対戦し判定勝ち。2017年12月2日、UFC218 で女子ストロー級ランキング11位のコートニー・ケイシーと対戦し2から1の判定勝ち。2018年4月7日、UFC223 で女子ストロー級ランキング4位のカロリーナ・コバケビッチと対戦し1から2の 判定負け。2018年10月6日 UFC229 で女子ストロー級ランキング8位のミシェル・ウォーターソンと対戦し、判定負け。ありがとうございます。